手を抜く？アンジのガラクタが欲しかったら自分で盗んだらどうなのさ。それを人に盗ませたりして。ずるいっぷ。スティアネッキ、チーコドボア、スーチョレッキ。ううん、魔法なら負けないわよ。そんなとこの、スティアネッキ、チーコドボア、スーチョレッキ。心臓麻痺起こす前にやめといた方がいいよ。厄介な催眠術師だね。これはこれはすまないね。うん、何すんのさ。手にも袋をかぶせろ。私にこんなことをして後で済むと思ってんの。ブーデン、ブーブー、アール。悪く思うな、ニーナ。俺に恥をかかせてくれた罰だ。ふん、泥棒に入られた泥棒なんて大笑いよ。それを言うな。後で真犯人が現れたらどう始末をつけるつもり。その時はその時だ。無責任なやつだから泥棒に入られるのよ。うるせえ、やっちまいな。マリオン。その可愛い顔もこんなになっちゃうんだぞ。やめれやめれ。お仕置き始め。やめろ。面白い。こいつ楽しんでやがる。ミーナは無実だ。本当の犯人を連れてきたよ。なんだと。さあ全部話すんだ。このじいさんが犯人だと。アンジ、わしを忘れたか。俺を知ってるのか。盗みに入って捕まったお前を助けてやったことがある。ああ、そんなことを公衆の面前で言うな。物とも耳を塞げ、耳を。アンジ、久しぶりだの。あの時の催眠術師のメルバか。すっかり年を取ってしまったがの。ガリンや食材を盗み出したのはメルバだというのか。この人に催眠術をかけて盗ませた。あんた、機械を止めろ。ニーナと豚を下ろしてこの小さを縛り上げるんだ。読めないね。だから無実だって言ったでしょ。アンジ、恩人のわしをどうしようというのだ。恩人だろうとなんだろうと俺に恥をかかせた奴は許さねえ。ならばわしにも考えがある。スティアネッキシー子供はシリチョコリン。何の呪文だ。スティアネッキシー子供はシリチョコリン。かなり腕が落ちてるね。プードガーン。そうか。そうだよ。お前の催眠術はもう効かない。さあ、このじいさんにお仕置きだ。ブードゥ。忘れたのか、アンジ。あの花瓶と食材はもともとこの方のものをお前が盗んだのだ。え、うちから盗んだ。それで前からうちにあるような気がしたのね。何？世界樹なき後、人間はその黄金の花瓶で植物の成長を願い、闇で見えない足元をろうそくの炎で照らし始めた。小さな炎でもたくさん集まることによって世界を明るくすることができると信じて。美しい。そういうことじゃ。アンジ、お前はちょっと気になるものがあるとつい手を出してしまう悪い癖がある。どうだ、これを機会に盗んだものを返す偉い盗賊になってみては。いや、うまいことを言いやがって。これで一件落着ね。勝手に落着させるな。こいつの催眠術はもう効かない。今のうちにお仕置きしてやれ。俺たちには効いたじゃないか。そうですよ、俺様もかかったっぷ。お前たちに効いたのは邪心がないからじゃよ。邪心がない。心が綺麗ってことよ。私の心は汚れてるってこと。まあそういうことじゃ。キーッキー。俺すぐそうやって怒る。でもなんで今になってこんなことを。闇の世界に勝るものは光。世界中を守っていた時のことを思い出してほしかった。
人一人の心の中に明かりを灯していた時のことを。心の中に火を灯す。だから杏寿からそれらを取り戻したかったのじゃ。くー、かっこよすぎるぜ。レイス、それをアルに返してやれ。いいんですか、あんな上物を。大きな声じゃ言えねえが、あれは黄金じゃない、偽物だ。そうだニーナ、俺の母さん。こんにちは。こんにちは。ところでアンジ、お仕置きを受けようか。楽しまれたんじゃお仕置きになりゃしねえ。これ黄金の花瓶じゃなかったんだね。母さんには黄金に見えるわ。そうやってアルが持っていると。母さんが花を生けてる時も黄金に見えたよ。心の価値に目覚めないとね。うん、黄金だ。いいもんだっぷ、親子って。あー、見ちゃいられないよ、親子でデレデレしちゃってさ。俺たちもデレデレしてみるっぷ。しよっか。デレデレ100年早いんだよ。簡単楽しいオンラインゲームのネクソンと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。